ヒラのショーがルイ・ヴィトンの店でどのように扱われていますか販売員の態度は何ですか ?1 月16日の夜にヒラのショーはフランス、パリの 170BD セーンとジャーメインにあるルイ・ヴィトンの店に到着しました。彼はアシスタントとボディーガードと一緒にルイ・ヴィトンの店に入りました。彼が帰る時には店で多くのアイテムを購入し、商品は非常に注意深く包まれていました。彼の素早い行動と魅力的な態度は ルイ・ヴィトンの店を輝かせました。ルイ・ヴィトンのスタッフの信頼できる情報によれば、彼は同僚と一緒に商品を陳列している最中に、アジアの若者が多くの人と一緒に店に入ってきたと語ります。おそらく、この若者も有名な人物なので、特別なケアを受けたのでしょう。彼は上品で洗練された外見を持ち、まるで有名なスターのような不思議な輝きを放っており、 彼は美しく自由奔放な雰囲気を醸し出していました。販売員は明かしました。私たちは最新の商品を彼に紹介し、彼は私たちのアドバイスに非常に満足していました。おしゃれな服を身につける人々との接触は私たちにとって彼がファッションに理解がある人物であることを明確に示しました。彼は服を選んだ後、香水の棚で長い時間立ち止まり、香水が好きで3つのアイテムをまとめて購入しました。 ショッピングは非常に迅速に行われ、帰った後に初めて、それが日本の非常に有名なスターであることが分かりました。どこにいても、ヒラ翔はいつも上品でスターのような魅力を放っています。多くの有名で裕福な人々に接しているルイ・ヴィトンのスタッフでさえも、ヒラ翔の魅力から逃れることはできません。したがって、ルイ・ヴィトンがヒラ翔を日本の代表的なキャラクターに選んだことは完全に理解できます。 ヒラノショウはまるでルイ・ヴィトンのために生まれてきたようです。ヒラノショウがルイ・ヴィトンにもたらした成功から、その影響がどれほど大きいかがわかります。私は確信していますが、ヒラノショウがフランスに行く際に着用した服は、日本の店舗で即座に売り切れるでしょう。私たちの期待を裏切らないで、ヒラノショウはルイ・ヴィトンの男性秋冬ファッションショーで輝くだけでなく、フランスの街中でも彼の写真が公開され、 彼はルイ・ヴィトンの服とアクセサリーを身につけて本当に素晴らしく国内外のファンの目を引いています。彼が達成した成功の証拠は後半で様々なエンターテインメントニュースや国内外の個人のソーシャルメディアアカウントでの後半が関心です。彼は日本を越えて長い一歩を踏み出し多くの愛されています。